ネットで見つけた怖い話。第6801話、おっさんが現れた。昨日夜中にコンビニ行った帰り道、突然目の前におっさんが現れた。物陰から飛び出したとか暗闇に紛れてたとかそんなレベルじゃなく、テレポートっつうか、今まで風景しか描かれてなかったパラパラ漫画のページに、唐突に人物を書き込んだみたいな。例えが下手でごめん、とにかく、本当に急に現れたんだよ。ごく普通のおっさんが。でも相手も相当ビビってて、俺のこと見て変な声上げてた。俺も、うお、とか言った気がする。あのおっさんの正体かあの現象の原因わかるやついる？ちなみに、現れた後は気まずかったから普通にお互い歩いて立ち去った。二人とも相手をチラチラ見ながら歩いてたけど、結局曲がり角までずっとテレポート。はしなかった。ネットで見つけた怖い話。第6802は、兄弟の死。アースキン・ローレンス・エビンは1975年7月20日、スコットランドのハミルトンで、スクーターに乗っているところをタクシーに跳ね飛ばされ死亡した。そのタクシーも、運転手も、さらにタクシーの乗客さえもが、1年前の同じ日にアースキンの兄ネビルが轢かれて死んだ時と同じ顔ぶれだった。しかも、兄弟二人とも事故当時の年齢は17歳。乗っていたスクーターも、走っていた通りまでも同じだった。ただし、時刻は50分ずれていた。ネットで見つけた怖い話。第6803話、死に際の名言。著名人の臨終の際の名言を集めたサイトがある。幕を引け、茶番劇は終わりだ。ラブレー。もっと光を。ゲーテ。とか、有名なのも多いんだけど、中で一番怖くて気になったのがこれ。なるほど。これが死というものか。ところで、カーライル。ネットで見つけた怖い話。第6804話、無感情の集落。僕がまだ小学生の自分。おそらく中学年だったろうと思う。夏のある日、車での家族旅行の帰り、どうやら道に迷ってしまったようなんだ。見当違いの見知らぬ土地で日も暮れ、どこか奥まった集落に行き着いた。なんとか一軒の民宿を見つけ、両親と僕ら兄弟は一も二もなく宿泊を決めた。その日の夜はあまり記憶にない。疲れていて早々に寝てしまったのだろう。夜が明けて、両親と僕らは朝食を済ませた後、散歩に出かけてみた。迷い込んだとは言ってもせっかくの旅先だ。旅館を出てすぐ坂道が見える。両脇には民家の並ぶその坂の上には、神社があるようだ。よし、あそこに行ってみるか。父の言葉にうなずいて僕らはそこを目指した。そして歩いて間もなく、少しばかりような光景が目に入ってきたんだ。坂道の両脇には、戦術の通り民家が立ち並んでる。その民家の生け垣に、無数の風車が差してあるんだ。何かの風習なのかもしれない。ただ、それはあまりに無造作でぶっきらぼうで無感情に思えた。その霊に目を奪われながら歩みを進めていると、一軒の家の門の先から老婆がこちらを見ていた。微動だにせず。ただこちらをじっと見つめている。失礼な言い方だが、偏僻な場所だ。よそ者が珍しいのかもしれない。とはいえその目つきは何かをいぶかしむでもなく、疎むでもなく、歓迎するでもなく、ありからだに言えば、無感情、に見えた。どこかさっきの風車のように、挨拶をする父に促されるように、僕らも老婆に挨拶をした。しかしというか、予想通りというか、返答はなかった。ただ、その目はじっとこちらを見ていた。そして、神社に着くまでに、同じように門のあたりでこちらを見つめるだけの老人に幾人も出会った。父も母も、それについて何も言うことはなかった。だから僕も、
多少の違和感を抱えたまま何も言わなかった。神社に着いた。大きな神社のように記憶している。大きなスズメバチの巣が飾ってあった。虫好きの僕は、はしゃいでいたように思う。弟と妹も境内で楽しそうに遊んでいて、それを見る父がいつになく優しそうに見えた。ひとしきり遊んだので、そろそろ民宿に戻ることにした。帰り道、あの坂をまた下る。先ほどの老人たちは、微動だにせずにそこにいたままだった。散歩とは言っても2時間以上は経っている。その間そこにいたままだったのか。警戒心から、降りてくる僕らを待ち構えたのか。それとも偶然なのか。ともあれ、その目はどれも無感情に僕らを見つめ続け、挨拶もやはり返ってくることはなかった。昼食をいただいたところで、父が、もう一泊して明日の朝出る、と言った。急ぐわけでなし、せっかくだと。父は好奇心が強いし、ハプニングを楽しむ口だ。母や僕らも反対する理由もなかった。民家の一軒も、変わってるな、ぐらいの感覚だったんだ。そういうわけで僕らは、またのんびりと時間を潰した。夕食には川魚の塩焼き器が出て、父は大喜びだった。夕食の後、どうもクーラーの効きが悪いと言い出した父は、非常識にもクーラーをいじり始めた。そういう人なのだ。いつものことなので手伝うことにしたが、開けてみて驚いた。無数の丸亀虫が詰まっていた。それはもう冬眠のように。幸い僕も父も虫に強かったので、無言で処理したが、クーラーは使わないことになった。民宿にも言わなかった。その夜、もともと暑さに強かったので、寝苦しいこともなかったが、昼間に見た老人たちの感情のない視線が頭に浮かんで、ようやっと僕は、少し怖くなってきた。しかし何があるでもなく、いつの間にか寝て朝を迎えた。支度をして部屋を出た。両親が払いを済ませようとした時だ。身をいただくわけにはまいりません。はっきりそう言われた。意味がわからない。民宿に泊まって飯も食って、いや、そういう問題ではなく、いただくわけにはまいりません。ってなんだ、クーラーの件は言ってないし、言ったところで理由になってない。さすがに両親もあっけに取られている。数回の押し問答の末、両親は押し付けるようにお金を渡し、僕らを車に乗せてエンジンをかけた。お客様、困ります。追いかけてくる女性を振り切るようにそこを出た。いただくわけにはまいりません。この理解のできない言葉を聞いて、僕は、ようやくここの不可解さを実感した。無造作に突き刺した垣根の風車。無感情に見つめる老人、それらが昨日より格段不気味に思えてきた。車を走らせながら、父が誰にともなしに言った。俺な、散歩の後、またその辺見て回っただろ。あの場所な、民宿の人間以外は老人しかいないな。あと、人の会話が一切聞こえなかっただろ。表に人は出てても、誰も何も喋ってないんだ。僕は、ゾッとした。何にかはよくわからないが、それを知ってか、父がこちらを見ていった。ちょっと不気味な場所だったな。父は笑っていた。あれから20年近く経って、そもそもあれは夢だったのではないか。そう思って母に聞いてみたが、あいにく夢ではなかったようだ。ただ、母も場所などは忘れているし、あまり思い出したくないそうだ。少し不気味だったわね。と、母は同じように言い、同じように笑っていた。ネットで見つけた怖い話。第6805話、夢に現れた人影。女住職から聞いた話。子供の頃、夜中に目が覚めてトイレに向かう途中、廊下のすりガラス越しに、家族ではない誰かが今のこたつに入っていた。こちらに背中を向けていた上薄暗い常夜灯火の明かりだったので、顔ははっきり見えなかったけれど、テレビの横に置いただるまの目が、両方とも入っているのには気がついた。そのだるまは、上の姉がそろばん検定の願掛けをして、片目しか入れていないはずのものだった。
それから数日後、上の姉のもとに、そろばん検定合格の方が届いた。そしてさらに数年後、今度は下の姉がそろばん検定を受けた時も、やはり夜中にその人影を見かけ、下の姉も無事合格したそうだ。けれど、彼女自身の受験の時は、人影はさっぱり現れてはくれなかった。次に彼女がその人影に再会したのは、大学卒業後、死んだ父の後を継いで住職に収まってからのこと。当時付き合っていた恋人との結婚を計画していると、夢の中にその人影が現れ、なぜだか延命説教をされた。夢から覚めて、なぜそんなに叱られるのかなんとなく心当たりはあったが、構わず結婚を強行した。彼女の結婚相手というのが、巨言癖と借金癖の持ち主で、気に食わないと部屋に閉じこもって、ネットゲームとか食を繰り返す。加えて姉の一人が酒に溺れてしまい、この二人の食費と酒代で一時期、寺の財政が破綻しかけるほどだった。さらに結婚相手は、性的に自分本位でたびたび暴力を振るうこともあり、夫婦仲はとても円満とは言えないありさまだった。また、結婚相手は勤務が不規則だという理由で、寺の外に離れを立てさせると、さっさと別居を始めてしまい、それは8年後の今も続いているのだという。結婚前の夢以降、彼女はあの人影を見かけたことはないそうだ。ネットで見つけた怖い話。第6806話、小学校のトイレ。前置きで、俺には霊感もなくこれまで霊というものを目視したことはない。基本、こういうカテゴリーは否定派だろうと思う。だが、唯一あの時体験した出来事は、それの仕業以外で説明がつかず、試しにここに投稿した次第。あれは、俺が小学生中学年くらいの頃の話。5時間目の授業中、一人の男の子の同級生が突然泣き出した。先生がどうしたのか駆け寄ったが、泣き出した同級生は無言のままうつむいている。しばらくして原因が判明、その子を中心に異臭が漂い始めた。どうやら大便を漏らしているようだ。早くトイレに行ってらっしゃい。先生が、その子を気遣って小声で話しかけていたようだが、子供たちは、くせえ、汚ねえ、の大騒ぎ。その当時の年齢の子供たちにとっては、典型的な祭りネタ。教室中から一斉にバッシングの嵐、耐えきれず泣きながら教室を飛び出す同級生。しばらくの間教室はお祭り状態だったが、先生の叱咤で次第に沈静化していく。授業を再開し10分以上経過しただろうか。飛び出していった同級生は教室に戻ってこない。あなたたちが大騒ぎするから、教室に戻ってこれなくなったんでしょ。トイレに行って謝ってきなさい。しぶしぶ同級生を連れ戻しに、近辺の席の男子5名でトイレに向かった。トイレは教室のすぐ傍らで、中を覗いたところ2つある個室のうち1つが閉まっているようで、同級生は当然その中に隠れているものだと思われた。ごめんねー。もうからかわないから、出といでよう。連れ戻しに向かった男子が、それぞれ閉まっている個室に向かって話しかける。何度か話しかけるが応答がなく、だんだん遠くさくなってきた。とはいえ、連れ戻さないことには教室には戻れず、さらに数回個室に向かって話しかけた。やだ、ようやく個室から応答があった。連れ戻しに行った5名は、めんどくせえな、という意思表示をおのおのしながら、さらに説得に当たった。それから5分くらい経過しただろうか。個室からはまた応答がなくなり、だんだんじれったくなってきた5名は、外側から鍵をこじ開ける方法を思いつく。個室の扉は、外側から鍵が解錠できる形式のものとなっていた。一人が、鍵をこじ開けるところを察知されないように、ゆっくりと鍵を解錠する。その間、残りの4名は話しかけ続けていた。ガチャリ。解錠が成功し、扉を勢いよく開けた5名は驚愕した。個室の中には誰もいなかったのだ。不可解な点がもう一つ。そこは和式トイレだったのだが、便器の両脇に一つずつ律儀に、
便所用スリッパが並べられていた。しばらく5人は絶句して立ちすくんだ。事態を把握しようと、合理的な思考がいくつも浮かんだ。隣の個室に上の隙間から映ったのか、そもそも隣の女子トイレに逃げ込んだんじゃないのか。そこから、やだ、と言ったのか。ちょっと合理性に欠けるか。確認したがいずれも否定された。5人はとりあえず教室に戻ることにした。トイレを5人揃って出たとき、飛び出して出て行った男の子が、トイレから少し離れた階段を登ってきたところだった。お前どこにいたんだよ。ここのトイレにいたんじゃなかったの。体育館のトイレにいた。体育館は完全に別館となっていて、3階にある教室から別館の体育館まではかなり離れている。ただ、5人以上に青ざめた表情をしているのがその同級生だった。トイレが間に合わなかったことによるものではないようだ。5人が、俺ら、お前の声をこのトイレで聞いて、てっきり個室にこもったのかと思ってさ。扉開けても誰もいなくて、飛び出した子は、僕も体育館のトイレにいたら君らが来て、何回も、出てこい。って言うから個室から出たら、誰もいなかった。体育館は誰も使ってなくて、怖くなったから戻ってきた。しばらく5人と1人は、目を合わせたまま言葉を失った。その後、問題のトイレと体育館のトイレで、声が伝達されるか検証してみたが確認できず、校舎の設計から考慮しても、ありえないことのようだった。これはマジで俺が体験したことです。今でもたまに思い出しますが、未だに納得いく会は得られていません。ネットで見つけた怖い話。第6807話、寒い。10年くらい前のこと。帰宅後夕飯食べて、自室で本読んでたら携帯が鳴った。知らない番号だったが、基本電話には出るようにしてるので、その時も何も考えずに出てみた。もしもし、と呼びかけるも、向こうからは何も聞こえない。とても静かな場所からかけてるらしいことだけはわかるが、相手からの声は聞こえない。何度か呼びかけて、応答がないから切ろうとした時、寒い。すごく寒い。と、そこそこ年齢を感じさせる声が聞こえた。どうしたんですか？というかどちら様ですか？と聞いても、寒いんだ。と震えた声が返ってくるだけ。ちなみに季節は夏で、猛暑の年だった。そのうち電話が切れた。いたずらだろうとは思ったが、基本仲の良い数人の友人にしか番号を教えてない時代だったので、万が一、助けを求めてる人が間違い電話をかけたのかもしれないと考えて、すぐにダイヤルした。そしたら、この電話番号は現在使われておりません。のメッセージ。確か着信拒否の場合、メッセージは異なるはず。いたずらだとして、どんな手法を使ったんだろう。未だに謎。ネットで見つけた怖い話。第6808話、リンカーンとケネディの奇妙な掃除。JFK とエイブラハム・リンカーンの一生の奇妙な掃除。リンカーンは1846に下院議員に選出された。ケネディは1946に下院議員に選出された。リンカーンは1860に大統領になった。ケネディは1960に大統領になった。リン・シー・オウェルンとケン・ネディ・ワイはどちらも七文字である。どちらの妻もホワイトハウスで一度、ホワイトハウスを出てから一度子供を亡くしている。どちらも南部出身の大統領が後を継いだ。どちらの後継者の名前もジョンソンだった。リンカーンの後継者、アンドリュー・ジョンソンは1808に生まれた。ケネディの後継者、リンドン・ジョンソンは1908に生まれた。リンカーン母1865に亡くなり、アンドリュー・ジョンソンは1875に亡くなった。ケネディは1963に亡くなり、リンドン・ジョンソンは1973に亡くなった。どちらも金曜日に撃たれた。どちらも頭を撃たれた。どちらも撃たれた時妻の隣に座っていた。
どちらも南部出身の犯人に撃たれた。リンカーンを撃ったブースは1839に生まれた。ケネディを撃ったオズワルドは1939に生まれた。どちらの犯人も名前が3つ。ファーストネーム、ミドルネーム、セイ。で知られており、名前の文字は15文字だった。ブースは劇場から逃げ、倉庫で捕まった。オズワルドは倉庫から逃げ、劇場で捕まった。どちらの犯人も裁判の前に殺害された。リンカーンはフォード劇場で射殺され、ケネディはフォードのリンカーンに乗っている時に射殺された。ネットで見つけた怖い話。第6809話、ラッキーガール。昔勤めていたある会社の営業所に、ある派遣の女の子がいた。特別可愛いとか、目立つって子ではないんだけど、仕事もできるし可愛がられていた。それより、彼女の周りにいる人にラッキーなことが起きる。彼女とその営業所にいた女の子たちで飲みに行ったら、飲み屋でくじ引き合っていて飲み代がタダになったとか、彼女が年賀状を各人に配ったら、全員当たったとか、切手シートが多かったけど、彼女の名前を借りて懸賞に出したら当たったとか、なんかいろいろラッキーなことが起こっていた。でもいいことがあった後に、彼女にお礼を言ったり、お返しをしなかったり、最初から欲を出して近づくと、彼女を競馬場に誘ったりとか、必ずしっぺ返しを食らっていた。季節外れのインフルエンザにかかったり、2回目のオタフク風邪になったり、競馬は大負けとか。自分は転職することにしたんだけど、転職する前に、転職うまくいくといいですね。応援しています。と微笑んでくれた。実際転職はすごくうまくいって、給料も良くなったし通勤も楽になった。後日、前の仕事場の近くに行ったら、彼女に会うことができた。お礼を言って、簡単にお茶をおごって少し話した。その時に、私もうここを移るんですよ。3年いたし、正社員の話もあったんだけど、あんまり同じところに長くいると、慣れちゃってよくないから。彼氏と結婚も考えているし。慣れちゃって?と聞くと、彼女は、周りがです。と微笑んでいた。その後その営業所はなくなってしまったから、多分、彼女がいなくなって1年くらいして。彼女が今どうしているかわからない。結婚して普通の奥さんしてるかもしれないけど、知るすべもない。ネットで見つけた怖い話。第6810話、緑色の光。小学校低学年の頃、自分弟の友達の3人で、自宅で遊んでいた時のこと。かくれんぼか何かをしていて、亡くなった祖父母が使っていた部屋を覗いたのです。数年前から使われていない部屋は薄暗いはずなのに、その時は緑色の光に照らされていました。キラキラ綺麗なその光に驚いた自分は、弟とその友達を呼んで、部屋の中に入りました。光の正体は、部屋の奥に浮かぶ緑色の球体でした。サッカーボールくらいでしょうか。緑の光を発する球体が、部屋の奥にあるのです。あんまり綺麗なので、お母さんにも見せよう。と、三人で台所にいる母のところへ走っていきました。けれど母を連れて戻ると、部屋は薄暗いいつもの部屋に戻っていました。がっかりしている自分たちに、母は何を見せようとしたのか聞きました。緑の綺麗な光があった。その後に続けて、自分は、その中に小さい竜がいた。弟は、角が2本ある、鬼みたいな何かが入ってた。弟の友人は、怖い顔した何かが入ってた、と言いました。母と、後で話を聞いた父は、きっと、お前たちを守ってくれてるものなんだろう、と言い、その部屋を子供部屋にすることになりました。これにより自分と弟は、二人一部屋とはいえ、自分の部屋を手に入れたので、あの緑色の光には感謝しています。ネットで見つけた怖い話。
第6811は、昔田舎で起こったこと3分の1。これを誰かに話すのは初めてなんだが、暇な奴は聞いてくれ。あらかじめ断っておくけど、相当に長い上に下手くそな分だと思う。エロもない。そして多分レスもしない。すまない。あまり時間がないんだ。ネタや釣りだと思われても構わない。俺が吐き出したいだけというオナヌースレだ。ただできるだけ多くの人の目に触れてほしい。早速話を始めよう。俺が小学5年の頃の話だ。東京で生まれ育った一人っ子の俺は、ほぼ毎年夏休みを利用して1ヶ月ほど母方の祖父母家へ行っていた。両親とも働きの鍵っ子だったので、祖父母家に行くのは大抵俺一人だったが、初孫だった俺を祖父母はいつも笑顔で歓迎してくれた。山あいにある小さな集落で、集落の北端は切り立った山になってて、その山のすぐ下を県道が走ってる。県道沿いに商店が数軒並んでて、その中に祖父母家があった。山を背にすると猫の額ほどの平地があり、真ん中に川が流れてて、川を渡って数分歩くとすぐ山になる。山に挟まれた県道と川がしばらく坂を登っていくと、険しい峠になっていて、この集落は峠までの道で最後の集落になってる。この峠は名前もなんだか不気味だったこともあって、昔ながらの怪談話をよく大人たちに聞かされたものだった。そんな寒村の小さな集落、全部合わせて50人も住んでないような場所だから、遊び仲間になる子供も5から6人ぐらいしかいなかった。よく遊んでいたのが、子供たちの年長者である A、中1、A の弟の B、小6、仲間内で唯一俺より年下だった魚屋の C、小4、川で泳いだりカブトムシを取りに行ったり、東京のコンクリートジャングルで生まれ育った俺にとって、ファミコンがなくても楽しい田舎での暮らしは新鮮で、天国のようだった。小5の夏休み。俺は、例年通り新幹線とローカル線、さらにバスを乗り継ぎ6から7時間かけて祖父母家に行った。翌日から遊び仲間たちに挨拶回りをして、早速あちこち走り回って遊びまくった。集落の大人たちから、行ってはいけない。と言われていた、集落南端の山中にあるお稲荷さんで肝試しもした。カンカン照りの昼間だけど、うっそうとした森の中で、ひたむきなせいもあって薄暗くて怖かったな。それとは別に、もう一ところ、行ってはいけない。と言われてた場所がある。場所、というか、俺が聞いてたのは漠然としたエリアで、県道津第二峠方面に行くと、県道沿いに製材工場と墓地がある。その墓地から先には絶対に行くな。と、今でこそ県道は道幅が拡張されたり、トンネルがいくつもできたりしてるらしいが、当時は集落から数キロ先の峠まで、道幅も狭くて交通量も多かったので、危ないからだと説明されていた。確かに両親と車で行った時、車で峠を越えたことがあったけど、崖にへばりつくような道で、車線内に収まりきらない大型トラックが、センターラインをまたぎながらビュンビュン走ってたのを覚えている。肝試しの翌日、昨日の肝試しは大したことなかったなと、皆で強がりながら話している時、B がニヤニヤしながら話し始めた。B?峠の方に行った墓の先、鎖がしてある道あるじゃん。あの先にすっげー不気味な家があるらしいよ。ええ、家?鎖の奥に行ったことあるけどそんなのなかったぞ、C? A 君行ったことあるの。あの鎖の先は大行っちゃいけないって。ええ、おう、内緒だぞ、わら。どうやら本当に行ってはいけない場所というのは、鎖のある道小道だったようだ。ええ、あの道の先って、川にぶつかって行き止まりだぞ。B? それがな、昔はあの先に橋があったらしいんだよ。でも、俺たちが生まれた頃に洪水で流されたんだって。で、あの道とは別に、川の手前から斜めに入ってく旧道があるらしいんだよ。そこに古い橋がまだ残ってるって話だぜ。旧道は藪だらけだし、周りは林だから、あの道から橋も見えないけどな。A?誰に聞いたんだ、B?
別地域のやつに、いわくつきの家らしいよ。ええ、面白そうだな、B。だろ？今から行ってみようぜ。AB 兄弟はノリノリだったが、年少者で臆病な C は尻込みしていた。B。C はビビリだな、わらを前夜小便行けなくて、寝小便が治らないらしいな、わら。C。そんなことないよ、B。やーいビビリ、わらおい、C はビビリだから置いてこうぜ、わら。C。俺も行くよ。俺たち4人はワイワイ騒ぎながら、剣道を峠方向に歩いて行った。集落から歩いて10分。製材所や牛舎を抜けると、山側に大きな墓地がある。そこからさらに5分ほど歩くと、B が言う。鎖の道。が右手にあった。車に乗ってたらまず気づかないであろう。幅2メートルほどやぶが薄くなっているところを覗くと、5メートル先に小さな鉄柱が2本あり、だらんとした鎖が道を塞いでいる。鎖をまたぎ、わだちが消えかけコケと雑草だらけの砂利道を少し歩くと、道は徐々に右へとカーブしていく。うっそうとした木々に囲まれて薄暗いカーブを曲がっていくと、緑のトンネルの先から、ひときわ明るい光が差し込んでいた。そこで川にぶつかり、道は途切れた。今いる道の対岸にも、森の中にポツンと緑のトンネルのような道が見える。対岸まではせいぜい10から15メートルぐらい。川幅ギリギリまで木々が生えてるため左右の見通しは効かない。足元には兄弟の跡と思われるコンクリートの塊があった。ええ、やっぱ行き止まりじゃねえか。B、まあ待ってよ。ほら、これ橋の跡でしょ？あっち、対岸、にも道があるし。ええ、ほんとだ。B、戻ろうぜ。旧道の目印も聞いてあるからさ。そこから引き返してカーブを曲がっていくと、カーブの付け根あたりで B が道の脇を指さした。B、ほらこの石、これが旧道の分岐だ。人の頭ぐらいの大きさの、平らべったい石が2つ並んで落ちていた。1つは中心が少しくぼんでいて、B 枠昔はここに地蔵があったんだとか。剣道方面から見て、カーブの入り口を左側、濃いヤブが広がってる中で、確かにヤブが薄い一本のラインが見える。ヤブの中は緩い土がぬたぬたと不快な感触だが、このライン上は心なしか踏み固められているように思えた。ヤブをかき分け、笹で手を切りながら進んでいくと、川に出た。B。ほれ、橋だ、わら。B が見分けながら指さしたのは、古びた吊り橋だった。ええ、橋ってこれかよ、わらいけるか？これ、わら。B。ほら、結構丈夫だしいけるだろ、わら。まずは、B が先陣を切って吊り橋を渡り始めた。ギギギギと嫌な音はするけど、見た目よりは丈夫そうだ。C は泣きそうな顔をしていた。一遍に吊り橋を渡って橋が落ちたらシャレにならないので、一人ずつ順番に対岸まで渡ることになった。一番ノリノリの B が渡り終えると、次に A、そして俺が渡り終えて。最後に残った C を呼ぶが、もじもじしてなかなか渡ろうとしない。B、美味しい。何怖がってんだよ。大丈夫だよ。俺らが渡れたんだから、一番チビなお前が渡っても橋が落ちることはねえよ。わら。対岸からあだこうだと消しかけて、5分近くかかってようやく C も渡ってきた。涙で顔をぐしょぐしょにした C の頭を、笑いながら B がぐしゃぐしゃと撫でていた。橋までの道と同じようなヤブが少し薄いだけという、獣道にもうとる旧道を2から3分ほど歩くと、右手からコケと雑草だらけの砂利道が合流してきた。流された橋の先にあった車道だろう。そこから100メートルほどだろうか。くねくねと S 字カーブを曲がっていくと、広場のような場所に出て2軒の家があった。もともとは他にも数軒家があった形跡があり、奥にはすぐ山肌が迫っていた。家があったと思われる場所は空き地になってるため、うっそうとした森の中でかなり広いスカスカな空間が不気味だった。2軒の家は平屋建てで、道を挟んで向かい合うように立っている。どちらも明らかに廃屋で、左手の家には小さな物置があった。広場の入り口には、風化して顔の凹凸がなくなりつつある古い地蔵があったが、なぜか赤ちゃけていた。
AB 兄弟はすげえすげえと興奮してたが、俺と C は怖くなってしまい、黙り込んでいた。C はキョロキョロしながら怯えている。どちらの家も玄関の引き戸や窓は、木の板を抜印の形に打ち付けて封鎖されていた。B? どっかから入れないかな。AB 兄弟は家の周りをぐるぐる眺め回していた。とても帰ろうなんて言える雰囲気ではないが、C は小声で、もう帰りたい。とつぶやいていた物置がある家の裏手から B が多い。と声を上げた。みんなで B の声のする方に行ってみると、裏手のドアは鍵が閉めてあるだけで、木の板は打ち付けられていなかった。昔田舎で起こったこと、三分の二、に続く。今日のオカルトスレ、心霊写真、ヤフーも報道、音楽フェスに出現した少女の自爆霊とエピソードが恐ろすぎる、イコール、ゴー。リンク。日本が冬の間、現地は夏。当然、数々の野外イベントはこの時期に集中しており、多くの音楽フェスティバルも開催される。そんなフェスの一つで幽霊騒ぎが起き、同国野放、ニュースが大真面目に報じる事態に発展しているようだ。詳細についてお伝えしよう。恐ろしすぎる少女の姿。この度幽霊が出現したと話題になっているのは、観客は13から17歳のみというティーネイジャー向け音楽フェス。グッドライフフェスティバル。今年は2月19から27日にかけての週末、主に国内の人気アーティストを招いて同国4カ所を股にかけて開催されたが、異変は19日のブリスベン会場で起きていた。まずは今月3日、フェスティバルの公式 Facebook ページで公開された1枚の画像をご覧いただこう。眩しい光に包まれたステージと、大いに盛り上がる少年少女たち。あの瞬間に戻りたい。の一文とともに主催者が投稿した写真だが、一見した限りでは何の異変も見られない。しかし画像の右端、倉庫らしき建物の屋根部分、煙のような白い影に注目してほしい。拡大してみると、なんとそれは少女の姿をしているのだ。長い髪と真っ白い服、そして左手にはテディベア。らしきぬいぐるみを持って立ちすくむ姿がはっきりと確認できる。ここまで明瞭な心霊写真は、極めて珍しい。写真はフェスティバルのファンたちを震え上がらせた。これに気づいたのは私だけ。一体これは何なの？誰か説明してよ。なんてことだ、恐ろすぎて眠れない。各方面からの指摘を受け、主催者側は問題の写真を調査分析することを約束。今月9日にその結果を公表したが、その声明がさらに人々を怯えさせることになった。音楽フェス会場の忌まわしい過去。主催者側の調査分析結果は次のようなものだった。これを撮影した写真家と一緒に分析を試みました。しかし、メモリーカードに記録されたオリジナルの画像データにも、少女は写っていたのです。つまり、フォトショップなどによる写真の加工を明確に否定しているのだ。しかも、主催者側はフェスティバルの会場となった、ブリスベンショーグラウンズのスタッフに聞き取り調査も行ったが、そこで衝撃の事実が明らかになったという。会場スタッフによると、実は以前から、この古い倉庫に少女の幽霊が現れることがあり、怖がって誰もその場所に近づこうとしなかったようなのです。そしてさらに調査を続けると、この倉庫にまつわる忌まわしい過去も判明したようだ。なんと今を遡ること100年以上となる1908年、倉庫の屋根の上からルーシー・ジェイン・マコーネルという幼い女の子が、花火を観ようとして転落死するという事故が起きていたという。
写真が捉えた女の子は、非業の死を遂げたルーシーなのか。ちびりそうになった。よくわからんな。無料で見てたんだな。見切れで見るって幽霊のくせにえらい気を使ってるんだな。いろんなカメラで捉えてるってこと？やばいな。怖いのダメなんだけど。見ても大丈夫な画像かな？これ見て怖いと思うやつはいないと思う。ぼんやり少女っぽい影が映ってる程度。巨人かよ W。どう見ても合成でがっかりだ。デジカメには映らないって言われていたが、映るんだ。フィルム写真と違って光を変換してるんだしデータの欠損になりそうな気がしたけどそういうのあるのる。そんなことはない。顔認識ピント合わせ機能のデジカメで墓場や幽霊が出るという。ところに撮影をしに行く人たちがいる。顔ピント合わせで撮影したのに、なんかピントが来ていない。という場合は、写真をよく見ると幽霊が映って、そちらにピントが合ってるかも。貞子スタイルか。そうか、自爆霊になると身長3メートルくらいになるんだろ？幽霊は死んでるから怖くない。生きてる人間が一番怖い。サマラだな。見ると思うけど、腕ごつすぎるよな。秋田の子殺し事件の時、写真誌カメラに被害者の子供が写っていて、そのまま出版されていたことあった。覚えてる、室内の柄少しに写ってた。そうそうこれ。この子は川に落とされて亡くなったんだが、それでも母のいる家に帰りたかったんだなって泣けた。亡くなった子と顔が違うし、そっちおっさんだ。WAIFU2X。で拡大してみた。すごく、巨人です。何でもかんでも非業の死ってなんだよ。1908年にテディベアなんてあるわけ。あった。俺も調べたわな W。新作ゴーストバスターズ、2016公開予定。の宣伝だろ。バズマーケティングって言うんだっけ？こんなスケスケお化けなんて怖くもなんともないじゃん。俺の姉ちゃんの卒業写真には血の気のないザンバラ髪の内武者がはっきりと目ん玉見開いてカメラにらみつけてるぞ。俺なんて体の調子が悪くなると夜中に俺の布団の周りをお坊さんがお経を唱えながらぐるぐる回って体の中に手突っ込んでくるしスケスケお化けなんてへでもない。犬連れてね。おい、何かいるな。少女の前だろ？少女の前で見上げてるよな？リング行こう、映る幽霊はみんな白いブラウスワンピースを着ているのはなんでだぜ？幽霊界の友好ぜ？黒髪ロングもセットで。ヤホーがってのであやらせなんだなって。昔はこういう画像楽しかったよな。私霊感あるの系の女には近づくな。どんだけ美人でも近づくな。将来苦労するぞ。じゃあ楽に一番怖い心霊写真って何かね。俺は、アンビリバボーで紹介されてた居酒屋のつなげて顔になるやつ。おいおい画像は？少しは探せデブメガネ。これ初めて見たけど作り物じゃないとしたら、かなり危ない感じがする。黒くて長髪。白いネグリジェみたいな服で海外でも貞子風の幽霊ばっかり。ハゲの幽霊がいてもおかしくないのに。なんだってまた女の幽霊ばっかなんだろ？と考察したことがある。オイラン淵伝承のような、女にひどいことをしたという後ろめたさが、化けて出てくるという恐怖感を生み出してるんだと思う。画像処理ソフトが普及した現在。写真の明度や彩度を調節して本物かどうか検証できるはずなのに。そういう画像が一切出てこないのが怪しい。だって、ネットに上がってるのは、ほとんど捏造だもん、わら。ただ、撮影の状況的に、捏造ではありえない画像もたまにある。
ニコ生で実況をもの背後で幽霊が映ったりするんだが、一つだけヤバいのがあった。女性がニコ生放送中に窓に幽霊が映り始め、コメントで指摘されて、え？と振り返った途端出現した幽霊と10センチメートルほど離れてご対面。動画はそこで、おしまい。